はい、おはようございます。バイスの竹です。本日も始まりましたバイスチャンネルは、前回の続き、ニオダチョッパショー2019の、模様を、全部で2部制に分けた、後編を今日放送していきたいと思います。まず前編を見逃した方は、ぜひぜひ前編からチェックしてください。よろしくお願いいたします。はい、ということで本日より9月1日、9月に突入しました。夏ももう結構終わりで、秋に突入していく前に、こちら僕が今着てる、モンキークロスロンティー、この辺とか、新作のロンティーが、入荷してきましたので、明日より、バイスのオンラインストアでも、販売開始しますので、ぜひぜひチェックしてください。よろしくお願いいたします。はい、それでは、じゃあ早速本編の方に行ってみたいと思います。本日もバイスチャンネルどうぞ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。カツアゲしてました。ありがとうございます。ありがとうございます。ジャックチキン、俺に似てた中に。おいいのかな、この実況撮ってます。始まってます。ご機嫌、両手に肌です。今初めてのスタートですよ、こういう女の子がいるスタート。そう、じゃあそんな中行ってみる。どうかじゃ、うん、あ、動画ね撮るの。そのまま流れで、このまま行っていいよ。寂しいけど、寂しいけど行こう。寂しいけど行こう。じゃあ、いきます。また後で。じゃあ、ありがとうございます。じゃあ行きます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあね、腹が、添えてスタートという。元気出た。元気出ました。よし、さあ暑い夏も乗り切れるぞと。さあ始まりましょう。これ撮り取られてる。ニューオーダーチョッパーショー2019令和スタートの、じゃあ中入りましょう。ああいいね。さあ入りました。さあちょっと見てください。もう入った瞬間からね、きらびやかないろんな個性的なマシンが今あぶれてますね。じゃあちょっと中見てみましょうか。歩いて。見てくださいよ。なんかね、いろいろ動画で、まあ、関東の方だったりとか、まあ、我々名古屋の方のその無常院地とかいろいろ紹介しましたけど、やっぱ違うよね。やっぱ地区でやっぱ分かれるね。やっぱ雰囲気が違う、そういうのも面白いですね。じゃあ回っていきましょう。ここあれじゃない？ニューオーダーといえばさ、バーバリアンサーカス、バーバリアンサーカスの今オークションが、オークションが今ね、競りに競ってます。見て、見てこうか。続きましょう。ジョニーズの作品に60年で70年代のウィーコット、ウォーコットステッカーを作ったデザイン、オークションでね、いろんな、まあ出すものはパーツだったりね、アーティストさんが描いた作品とかをオークションで作る。そうそうそう、ああそうですね。作ってもらってそれを出して、出して、まあ、もうじゃあもう競りに競って、今すごい争いですよ。すごいいい作品。これもね、一つ大きい見どころですね。ボーソンス、ボーソンス、ただのボーソンスじゃないですよ、これ見てください、このモーター。シボレーの V8 が乗ってる。すごいマシンだよ。アクセル一ひねりで吹くんじゃないかって、まあ多分そうだなと思います。すごいマシンで、まさかバイスチャンネルに出るんですか。バイスチャンネル、バイスチャンネル、どうもどうも、モーターロックさん、名古屋のモータロコーダルフェイスのネグ有名なキャラクター。そうそう。わあ、すごい。どうぞ。もう見てください。5枚。5枚。
権利が完了してたね。はい、じゃあチョッパーの説明しに行こう。滋賀の浜津さん、ちょっと眠たそうな、伊藤さんとこが作ったフリスコ、塗装がすごい綺麗。竹みたいな竹じゃない。ジオだろ。誰だ。めっちゃ気になる。でかいってこと。竹みたいって聞いてね。竹みたいな顔で。竹みたいな顔。仕事を取っていけたら。この前ね、バイスチャンネルのアフトワン、UPS マガジンで、お世話になったシックスヘルメットの津田くんのバイクが納車されて、今回ニューオーダーに乗ってきた。やっぱ両出しがかっこいい、好きだもん。でなんかリップルパイプ使ってて、これもちょっと似てるけど、1万3の色が出た、ちょっと可愛い。1万6000、トッパーヘッドでこっちもハマった。ここもね、スーパーセンターこの前さん、滋賀にある。はい、名古屋のノーバスさんからビックリマンシールっぽい、セントスペースマンいただきました。ヘルメットね、そうそうそう、リペアとか、リペアとか、あと何だろう、あ、こういうスペースヘルメットって、しかもなんか山口さんもくれるっていう。いやいや、これウロンも、あ、売りつけだ、売りつけだ。ほんまに送るよ。はい、この前シートいただいたやつ届いてないんで、欲しいんでくださいね。我がつけてやつ送ってあげる。家の椅子に使う。あれ、家の椅子にちっこすぎるだけで。ほんとっすか。うん、じゃあソファーとか。ソファーだ。でいい。ソファーはバイクにつけようよ。そうっす。そうやな。じゃあ、それで山口さんとかつける。全然可愛いないピースしても。何も可愛いない。はい、戻ってきました。カムバックケンジ。よし、2人。はい。どんな感じですか。かっこいいですね。かっこいいですね。パーヘッド。これはもうサイレンさんのエンドがかっこいいですね。これね。アメリカのあのコンボイとかトラックの上から出てるようなマフラー。サイン。はい、お菓子いただきました。なぜか痩せるなっていう、ね、そういうことですね。お客さんからデブでいろと、はい、ハートチップル、はいはい、じゃあね、ちょっと女に行く癖があるんで、そうだね、一つ女に上取る、上、そっちの癖があるんでね、肌さないでください。あ、これも名古屋じゃない？名古屋の、はい、これは愛知県の。かっこいいですね、ショベルのこのクレイジーフランクで。サスペンションに違うからな。BSA。 すごいな、このバイクはね、すごいね、モールディングされる。
ぽいね、その軟骨みたいな、軟骨か、鳥のね、そう鳥の軟骨、かっこいいね、いい、ね、会場限定の T シャツポスター何も言ってないですよ。あともうなんか名古屋橋で最後になったんです。名古屋橋で最後、10回目、ね、渋谷のほら SR ですね。 SR じゃない、 XS か、 XS ですね。かっこいいですね。でマグだし、うん、あんだけスカスカなの、じゃあなんか家族写真とかも出るっていうね、思い出をここに乗せて走る、ね、猫ぐらいだったらいけんの、あ全然いけます、ただ暑いと思います、ね、焼き猫になります、絵になるのでいいんですか、はい、いいですか、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、撮れました、バッチリです、ありがとうございます、今なんか来るのかな、コメント何もなし、恥ずかしい、あともうショーがもうすぐ始まるっていう感じで、これも目玉のショーですね、はい、はい、あとは一応で、そのステージ近くに、まあ、バイスがあると、はい、今日ヒッシーが結構ガンガン頑張ってくれたんで、はい、助かりました、はい、功労者です、はい、で今回は自走で、まあ、ヒッシーもいるで3台まあ、ちょっとインチキしたかもしれない、まあまあまあそこはね割愛させていただきます、ほとんど、はい、走りましたね、ありがとうございます、はいはい、バイス、まあ、こんな感じで、2019年、はい、ニューオーダーチョッパーショー、はい、もうすぐ終わりますけどね、今何時です、今3時じゃない、3時半、まだ、ラストもショーも始まってないんでね、まだ間に合いますよ、来てください、暑いですけどね、はい、そうね、うん、これ動画にそれは、まあ、これ放送終わってるけど、うん、終わってるよねそうだね、うん、まあまあだけど、まあ、そうだ ね、まあ、来年またねあると思うからね、うん、ニューオーダーぜひ、名古屋ジョインズニューオーダー、あと横浜ホットロザーマホットと厚木もね、そうだね、うん、いろんなイベントあるんで、まだ今年残す皆さんだあります、はい、遊びに行きましょう、ぜひ行きましょう、バイク乗って、はい、ガシガシ走りましょう、じゃあこんなことで締める締めるか、一応ね、じゃあまた、ごめんなさい、今回いっぱいもらいましたね。
グッと取りすぎですね。これ具合悪いですよ。皆様本日も、ご視聴ありがとうございました。ニューオーダーチョッパーショー2019、後編いかがだったでしょうか。今回もイベントの内容とかを、リポートとかでやっていきましたけど、また来年もあると思いますので、ぜひぜひ、神戸ニューオーダーチョッパーショー、バイスも出展したいと思ってますのでよろしくお願いいたします。はい、そしてですね、今こちらにかかってる、この前もちょこっと言いましたけど、 N1 のジャケット、バイスから約4年ぶりに、再販します。こちらの方を9月の9日まで、予約を受け付けてます。今回は、ちょっとディティールも変わって 内側のポケットが、縦入れになったりで左右についたりとかで、結構使いまたさらに使いやすくなってます。昨日のブログを見た方も、見た方だったら、分かると思いますけど、まあ、当時のああいう写真の中で、まあ、バイスがなんていうんですか、コンセプトとして置いてるものに、めちゃくちゃ、なんていうんですかね、まあ、絶対って言っていいほど落としたいアイテムなのがこの N1 に、まあ、G ベストっていうのが、まあ、やっぱスタイルだと思うので、ぜひぜひ、まだ持ってないとか、もうそろそろ買い替えたいなって方はぜひぜひ、こちらの方をチェックしてください。よろしくお願いいたします。はい、そしてですね、もう一つこちらちょっと見えづらいかもしれないですけど、同時にスウェットとパーカー、2種類こちらの方も予約受け付けてますので、バイス店頭とあと全国のレッドテールディーラー様で、予約できますので、ぜひぜひこちらの方もチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。はい、それでは、最後にこちらのバイスのアイコンをポチッとしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは、また次回、木曜日お会いしましょう。せーの、バイバイス。